内のファンも大声援を送っております。澄み切った音色が打ち鳴らされてまいりました。さあ放送席は桃田さんにおいでいただきました。両者の表情なんですがね、どのようにご覧になりますか？まあ両選手ともいい顔してますよね。体調もいい証拠じゃないでしょうか。となりますといい試合を期待したいところですね。そうですね、期待できるんじゃないでしょうか。ナダルスキのプレーパスター強烈、リング下におります。おっと、そのまま WAR スペシャルの体勢であります。ブレンバスターに取ります。 DDT で切り返した。行くのか、お気をつけください。リング内に戻ります。ここでタッチです。組みに行きます。ネックブリーカードロップ、抱えます。ハンマーを振りかざします。鉄拳を見舞います。掴みます。容赦のないキック攻撃です。こういう技なんですが、次の日ミミズバレになるんですよね。そうですね、でもレスラーは逃げることを許されませんからね。ああ、おっと逆に捉えた。それにしても一瞬たりとて目が離せませんね。そうですね、両者とも調子がいいんじゃないですか。逆にバックリマン、あっとスクールボーイで丸める。ロープに逃れました。腕をフックします。エルボー、ギロチンドロップ、ギロチンを落とします。腕を回します。ブレインバスターで叩きつけます。ドロップキック、ピンポイントであります。ストラップを狙ってまいります。逆に返します。顔面を蹴り上げます。ガードします。的確なドロップキックです。容赦のないドロップキック。もうこれは無酸素状態でやってますよ。はい、まさにレスリングハイですね。あっと裏からだ。技の仕掛けが早いですね。勝負に行ってますね。エルボーを打ち込む。ピンポイント膝。ここでタッチだ。場外に降りる。リングに戻ります。花道に移行した。キックガードした。強烈ですよ。後頭部痛打か。リングに戻ります。さあタッチ。掴んだ。膝を突き上げていった。放っていくのか。お、高いところから一気に叩きつけた。決まり具合いかがですか。これは綺麗に決まってますよ。バットキャッチした。ついぎり、エルボーで切り返す。チョップ強烈。抱えた。あと耐えた。フロントキック。あとキャッチした。これはポイントになりそうですね。そうですね、ここはチャンスですよ。ここでスイッチ。
ノープブレイク。20分経過、20minutes ゴール。
さあ、野人中西学が入ってまいりました。今宵もこの男のパワーが爆発寸前であります。ハイトーンの鐘の音が響き渡ってまいりました。さあ桃田さん、正直見どころはどういったところになりますかね。そうですね、互いに今日は負けるわけにはいきませんからね。最後はもう意地と意地のぶつかり合いになるんじゃないですかね。そうですか。さあではそのあたりを注目してまいりたいと思います。組み合います。いや、序盤戦から目が離せない展開ですね。そうですね、どっちが優勢とかじゃなくてお互いに意地がありますからね。スリーパーホールドに入ります。ロープブレイク、ロックアップ、ロープに振って、おっと逆に捉えた。させません。行くのか。ボディースラムで叩きつけます。まあレスラーは常に怪我との戦いだと思うんですけど、ホールドして怪我というのは失格ですよね。要するにファンの期待を裏切ることになりますからね。そうですね、確かに怪我というのはしょうがない部分ですけど、プロのレスラーですからね。その通りですね。さあねじ切らんばかりのマフラーホールド、ブロックします。バックドロップの体勢、エルボーで返します。さあ新日本プロレスが誇る野人であります、この中西学、おなじみの野人サップ、そしてゴッチ直伝のジャーマン、さらにはアルティメットで得た経験をミックスした戦いを見せていくこの男は、まさに常識を超えた超プロレスラーといったところでありましょうか。あっとラリアット、起こしてまいります。組みに行きます。あっと返します。したバックに回ります。エルボー、腕を捉えます。地味なんですが、こういうレスリングの展開っていうのは想像以上にスタミナを奪いますからね。いい攻撃だと思いますよ。はい、ローを打ってまいります。腰を落とします。あとリバースで返してまいります。引き起こします。打ち込んでまいります。こういう台形の技はね、そりゃガードした方が楽なんですよ。だけどレスラーっていうのはあえて相手の技を受けるぐらいの懐の深さがないとダメなんですよ。そうですよね、そこがレスラーの凄みですよね。そうですね、巻き投げで切り返します。掴みます。キックで返します。腕をフックします。蹴ってまいります。キックを打ってまいります。組み合います。逆に振り返して、高周波数の音が館内に響きます。ローキック、蹴りをぶち込みます。あっとそのまま倒します。外してまいります。あっとキャッチした。投げ技っていうのはね、あんまり受けるっていうことは好きじゃないけど、下手に来られるのが一番危ないんですよ。だからある程度入ったら自分からためらわないで行っちゃった方がいいんですよね。ああ、その方がダメージを負わないわけですね。そういうことになりますね。行くのか。逆に返します。リング上は逆片指固めの体勢、ロックアップ、倒してまいります。バックからスリーパーに入ります。ロープブレイクです。組みに行きます。逆に投げてまいります。スタンディングを取らせます。空中戦を狙いそうだ。ダイビングしたらラリアット、一気
切りスパークするのか。ストッピング強烈、いけるか。ロープリフター、キックスーパー打ち、おたけびを上げた。ラリアット肉体を躍動させる、抑え込んで、トゥーカウント、まだ足りません。おっと逆に捉えた、バックを取ってスリーパー、キャッチ入った。ここでロープブレイク、首根っこを掴んだ。今危なかったですね。そうですね、危なかったですね。さあ渾身の力で締め上げる、これは完全に入ってますよ。もう針振り切ってますね。すごい気迫ですよね。もうヒートアップしてますよ。引き起こす、引っこ抜きか、ハイジャックバックブリーカーに取った。ガンダギの母の胸に抱かれました。掴んだ、させません。頭を掴んで頭突きを打ち込む、組み合った、担ぎ上げとの水車落とし、抱き起こす、ガジェット組み合った、あと後ろに投げていった、立たせていく、コーナーに登ってジャンピングに起こした、組み合った、逆にロープに振った、あとジャンピングに、あとエルボー、気をつけた方がいいですよ、ね、強引ですね。ブロックした、ガードした、パスガード、ガードポジションに移行した、ガードした、担ぐか、アルゼンチンの尾根に身を横たわした。ロープブレイク、頭を掴んで強烈ヘッドバット、ガジェット組み合った、巻き投げで切り返した、片エビに持ち込む、いけるか、コーナーに振ってストッピングを叩き込む、ハーブパートを消さる複合技だ。ロープに逃れました。あと逆に投げていった、カバーの体勢、カウント3、注目されますか。そうですね、
この試合お互いに負けるわけにいかないですからね。そのあたり注目じゃないかと思いますよ。なるほど、まさに意地と意地の戦いといった感じですね。そうですね。組みに行きます。投げてまいります。逆に返します。いや、序盤戦から目が離せない展開ですね。そうですね、どっちが優勢とかじゃなくてお互いに意地がありますからね。フロントのヘッドロックに取ります。ハンマーを打ち込んでいきます。強烈に締め上げてまいります。行くのか、ロープに振った、ショルダースルー。リング上激しい戦いですが、まあ、レスラーっていうのは本当によく練習を行います。そうですよね。まあレスラーっていうのは練習することが仕事みたいなもんですから、当然なんですけど、練習するっていうことは要は自分の体を守るっていうわけですからね。ああ、確かにそうなりますよね。逆に振り返した、あと後ろに投げてまいります。ストンピング、蹴りつけてまいります。組み合います。対三沢の最終兵器としてオドルドレスリングの集大成をかけて新技を開発したこの田上明、その名もまさに俺が田上。このインパクトダイナミック級の幻の超必殺技を今夜我々は目撃することができるのでありましょうか。荒っぽいファイトを展開してまいります。ロックアップ、コーナーに振って、ランニングしたらエルボー、エルボーで返します。なんとキャッチした。あ、この辺りでちっこい展開ですね。そうですね、こういった攻めっていうのは相手としては非常に嫌なもんですよ。そうですよね。エルボーでブロック、タックルでぶちかまします。抱えます。蹴りを見舞ってまいります。ロックアップ、フライングメイヤーで倒します。スリーパーホールドに入ります。顔面へのキックです。行くのか、巻き投げで切り返します。起こします。脳天へのチョップです。掴みます。こういう技なんですが、次の日ミミズバラになるんですよね。そうですね、でもレスラーは逃げることを許されませんからね。あります、立ってまいります。足に照準を絞るのでありましょうか。掴んだ、キックで返します。組みに行きます。倒してまいります。スリーパーで締め上げます。足を取ります。バックに回ります。バックを取ります。黄金コブラで締め上げていきます。組み合います。逆に投げてまいります。この辺りどうでしょうか。まだ完全には入ってませんね。腕を殺してまいります。抱えます。正面から投げていった、抱き起こす、頭を掴んで、あっと逆に蹴っていった、あっと逆に捉えた。今よく切り返しましたね。あのね、今のはもうとっさのひらめきですよ。強烈に決めていった。これはもう精神力で打ってますよね。そうですね、打たせない、組み合った、逆に振り返して、あ、逆にパンチ、リングに戻ります。ガチッと組み合った、巻き投げで切り返した、トップロープを狙う、ここで自分の中に持っていきたいですね。
バット返していった。頸動脈を締め上げる。いけるか。ロープに振った。張った。腕折りに持っていった。のど輪か。エルボーで切り返す。強烈ですよ。後頭部痛打か。掴んだ。させません。ガチッと組み合った。コーナーに振った。小脇に抱えた。エルボーで返す。ハイキック。放っていくのか。空港かドリンプラス。ここは踏ん張りどこですね。そうですね。ここからは精神力の勝負です。ローキック強烈。抱えた。あと耐えた。喉割り捉えた。そのまま叩きつけていった。引き起こす。バック当たって、今頭打ったんじゃないですかね。脳天したたか打ちつけたか。立たせていく。ちょっと今簡単になりましたよ。グロッキー状況か。体を預ける。ロープに逃れた。いけるか。バット逆に投げていった。バット逆に切り返した。組み合った。強烈に締め上げる。ハンマーを振りかざす。そのまま体固め。ホールを返します。いけるか。15分経過。あと逆に返した。起こした。上げた。喉を落とし腰に手を回した。ラッシュスイープ。かわず落とし起こした。高角度に喉輪落とし。抜くのか。ハンマーを落としていく。すごい顔で打つ。首根っこを捕まえて。喉輪だ。ガチッと組み合った。対角線に飛ばした。キック強烈。立たせていく。抱え上げて。バッケザラップ。カバーした。ロープブレイク。腕をフックした。キック。
大声援を送っております。さあ、両選手の眼差しご覧になってどうですか？そうですね、この舞台でね、プレッシャーをどうエネルギーに変えていくか、そのあたりが重要だと思うんですけどね。なるほど、すごいプレッシャーをひしひしと感じますからね。打ち込んでまいります。足を狙ってまいります。組みに行きます。フロントのヘッドロックに取ります。ハンマーを打ち込んでいきます。行くのか、ボディースラム、フラッシュリングエルボー、速い展開であります。グラウンドでのヘッドロックであります。蹴ってまいります。あります。ロックアップ、逆に倒します。腕をフックします。肘を打ち込んでまいります。ラリアット、気合を入れてまいります。組み合います。逆に振り返して、こうやって倒れることが弱く見られることもあるんですが、これは要するに衝撃を受け流しているわけですからね。ああ、受け身を取っているというわけですね。そうですね。キックで返します。フロントからのキック、ここでタッチです。立ってまいります。乾いた音が館内に響きます。エルボーを入れていきます。させません。抱えます。キックを打っていきます。打ち込んでまいります。膝へのキックです。組みに行きます。倒してまいります。さあ、粘着質激しいこの3ミッションいかがですか？そうですね、スタンダーを奪うのはいいんじゃないですか。これでギブアップを狙うのは難しいんじゃないですかね。あ、そうですか。今うまい落とし方しましたね。これはちょっと受け身が取りづらいですよ。あ、ちょっとダメージが気になりますね。強烈に打ち込みます。キックを打ってまいります。掴みます。逆に返します。ブレンバスターに取ります。ネックロックで締め上げます。ロックアップ、投げてまいります。スリーパーで締め上げます。ガードします。逆にバックに回る。バックからスリーパーに入ります。鋭いキックです。蹴りを見舞ってまいります。そのままボムで叩きつけた。起こしてまいります。パンチで返します。張ります。組み合います。ボディースラムで投げてまいります。腰を落とします。ハンマーパンチ、強烈。足を抱えた。そのまま足を取った。あっと、キャッチした。バリアット、強烈。トップロープを奪う。無人島に漂着してしまった。ボディスラムで投げつける。さあ、がっちり決まった。これはちょっと苦しいですね。あっと、逆に捉えた。あっと、返した。
キック、抱えた、フロントキック、頭を掴んでエルボー強烈、腕をフックした。これは勝負の分かれ目になりそうですか。そうですね、こっから自分のペースに持っていきたいですね。いけるか、ロープリフッター、ショーピングエルボー、片指に持ち込む、カウントは2つ、バックに回った、打たせない、首根っこを掴んだ、あっと逆にキック、もうレッドゾーン入ってますね。もうここまで来ると気持ちで行くしかないですよね。はい、首やった、対角線に飛ばした、ジャンピングしてのエルボー、抑え込んで、さあ勝負の分かれ道はどのあたりになりますかね。ちょっと僕にも想像がつきませんね。ここでタッチだ、抱かれました、足を取った、ドラゴン作る、ここでロープブレイク、抱えた、ネックロックガッチリと入った、落とすのか、ロープに逃れました、いけるか、正面から投げていった、スリーパーで頸動脈を締め付ける、ロープに逃れました、蹴り上げていく、掴んだ、膝頭を入れていく、あっとキャッチした、バック当たってジャーボー、肩口から押す、引き起こす、あっとラリアット、ムーンサート、もう精神力としか言いようがないですね。意識はないと思いますよ、完全に無意識で返してますよね。正面から投げを威張った、首根っこを掴んだ、エルボーを打ち込む、強烈キック攻撃、腕を取った、腕しぎ十字固め、掴んだ、あっと逆に蹴っていった、足を取った、バック当たって、リアット後頭部起こした、バックに回った、ラインバーストジャーマンスープレックス、うまく切り返した、腕をフックした、リング上の殺虫剤 DDT、 抱き起こす、ブレンバスター行くのか、エルボーを入れていく、すごい顔で打つ、ピンポイント、膝抱えた、直下式ブレンバスター、戦闘用は砕け散った、20 minutes ball. 銀河さんジャーマン完璧、カウント 2.5、 サイドを取った、リバースで切り返した、返してまいります、ガジェット組み合った、
気が一気にヒートしています。ものすごいボルテージ、レッドゾーン突入か。ダイビングしたヘッドバット、ここでスイッチ、頭を掴んでキック、ものすごいアーブロック、アーブロック、腕をフックした、バットバックに回った、スリーパー落とすのか、組み合った、コーナーに振った、ストッピング、ガッチリ入った、嬉しい逆十字、ロープブレイク、ガチッと組み合った、逆に振り返した、ドロップキックが突き刺さる、ストッピング強烈、いけるか、すごい形相で締め上げていく、ハンマーを振りかざす、腕しげ入った、エビに固める、正直見どころはどういったところになりますかね。そうですね、互いに今日は負けるわけにはいきませんからね、最後はもう意地と意地のぶつかり合いになるんじゃないですかね。そうですか、さあではそのあたりを注目してまいりたいと思います。ハンマーを振りかざします、バットキャッチした、ラリアット強烈、ここまでまだ始まったばかりなんですが、序盤戦を見ていかがでしょうか。まだ流れはどっちのものとも言えないですね。ああそうですか、明日に照準を絞るのでありましょうか。掴みます、ハンマーが襲ってまいります、おっと逆に捉えた、あっとそのまま倒します。あのね、プロとして当たり前のことだと思うんですが、レスラーはお客さんに見せる体というものを作り上げるために本当に体を極限まで鍛えますよね。まさに彫刻のような肉体を作り上げますもんね。はい、逆に振り返した、ストッピングです、掴んだ、キックを打ってまいります、カバーに入ります。長期欠場を乗り越え、王道を守るために戦っておりますデンジャラス K 川田俊明、俺を潰さない限り全日本は潰れないと熱く語るこの男、
王道の守護神川田利明は熱く激しくそして危険にその闘志を燃やす。リング上はストレッチプラムの体勢、立ってまいります。腕を回します。蹴ってまいります。組みに行きます。ロープに振った。この辺り気迫がすごいですね。そうですね、いい顔してますよ。行くのか、ボディスラム、ラフサッポーに転じます。組み合います。ロープに振って顔面を蹴り上げます。掴んだ、見舞います。ストンピングを叩き込んでまいります。チョップが奪ってまいります。掴みます。ストバックに突き刺さります。バックに回ります。エルボーで返します。強烈なキックです。ここは連続で持っていきたいですね。ここで自分の中に持っていきたいですね。膝へのキックです。こういう打撃系の技はね、それはガードした方が楽なんですよ。だけどレスラーっていうのはあえて相手の技を受けるぐらいの懐の深さがないとダメなんですよ。そうですよね、そこがレスラーの凄みですよね。そうですね。顔面に突き刺さります。逆に返します。蹴りつけてまいります。ロックアップ、ロープに飛ばした、ショルダータックルで倒します。引き起こします。掴んだ、させません。コーナーに登る、トップロックから飛んでいった。行くのか、逆に投げてまいります。腕シーンに取ります。ブレンバスターに取ります。ブレンバスターで切り返します。抱えます。あとリバースで返してまいります。コーナーに登って、押します。顔面蹴り、ストレッチプラムに入ります。ロープブレイクです。腰を落とします。10メレッツゴー。顔面キック、フロントキック、キック、ものすごい掴んだ、あっと逆に蹴っていった、カバーした、ボールを返します。あとキャッチした、至近距離からのラリアットを引き起こす、意識もおろした、一気に決めていった、抱えた、ブレンバスターで投げつける、ピッコルヒャー、パワーボール後頭部を通打。もう精神力としか言いようがないですね。意識はないと思いますよ。完全に無意識で返してますよね。さあがっちり決まった。これはちょっと苦しいですね。パワーボムが決まった。カウント 2.8。 そうは問いは下ろしません。あっとパンチ、あっと逆に捉えた、バックに回った、ストレッチプラムががっちりと決まった。
垂直落下か。抱き起こす。垂直落下式プレッパーした。 DDT ロープに逃れました。いけるか。あっと倒していった。ストレッチプラムで締め上げ、岩壁の母の胸に抱かれました。ガチッと組み合った。正面から投げていった。立たせていく。ジャンピングハイキック。ゴーキは15 minutes go。表情なんですがね、どのようにご覧になりますか。まあ両選手ともいい顔してますよね。体調もいい証拠じゃないでしょうか。となりますといい試合を期待したいところですね。そうですね、期待できるんじゃないでしょうか。おっと逆に捉えた。足を殺してまいります。組み合います。ロープに振った。この試合序盤から激しい攻防戦の様相なんですけれどもね、試合のポイントはどこに置かれますか。そうですね、両者とも今日は調子が良さそうですからね。まあスタミナの問題は全くないですね。ああそうですか。組みに行きます。コーナーに振ってカウンターで返します。掴みます。喉元を狙います。ロックアップ。ロープに振ってラフ殺法に転じます。スタンディングを取らせます。行くのか。フロントからのヘッドロックに移行します。ハンマーを振りかざします。あっとキャッチした。あっと叩きつけてまいります。起こしてまいります。組みに行きます。逆に振り返して膝の故障からついに完全復活を果たしました小橋健太。長期欠場という地獄を乗り越え、再び頂点に上り詰めたノアの鉄人であります。熱すぎるその魂、今宵も完全燃焼。早くもバーニング。ボールに入ります。跳ね上げてまいります。組み合います。逆に振り返した。
こうやって倒れることが弱く見られることもあるんですが、これは要するに衝撃を受け流しているわけですからね。ああ、受け身を取っているというわけですね。そうですね。掴んだ。チョップを連続で打ち込んでいきます。ローを打ち込みます。そのまま倒してまいります。この辺りの関節攻撃いかがです？ちょっと浅いですね。そうですか。ガードします。起こします。ストマックへの攻撃であります。掴みます。膝を入れていきます。ギロチンドロップ。あっと、キャッチした。足に照準を絞るのでありましょうか。膝へのキックです。行くのか。ボディスラムで投げてまいります。実況席まで鈍い音が聞こえてまいります。こういうね、体を使った単純な攻撃っていうのは効くんですよね。ああ、なるほど。腕を殺してまいります。キックで返します。ロックアップ。巻き投げで切り返します。スリーパーホールドに入ります。ロープブレイクです。ウルネルソンの体勢。ハンマーを打ち込んでいきます。ストマックを狙ってまいります。あっと、逆に捉えた。こうやって攻められると厳しいですね。後で踏ん張りが効かなくなりますからね。ああ、そうですか。ドロップキックを見舞ってまいります。ギロチンドロップ、強烈。首根っこを掴んだ。軽動で返るチョップ。あっと、キャッチした。足を殺していった。首やった。ローリングクレードルに持っていきます。カウント 2.5。 ガチッと組み合った。ロープリフッター。強烈タックル。さあ、これは逃れることができるのか。これは決まってますよ。いけるか。正面から投げていった。抱き起こす。手下げり、手下げり、手下げり。ジャンプ。引き起こす。バックを取って、バックドロップ。岩石砕け散る。起こした。あと逆に返した。ギロチンを落としていった。うまく切り返した。おっと、ドロップキック。コーナーに登ってジャンプしてのフットスタンド。ドロップキック強烈。カバーした。ここでロープブレイク。掴んだ。爆殺シューティングか。立たせていく。DDT 前頭を貫き刺さった。小脇に抱えた。エルボーで切り返す。意識朦朧か。抱き起こす。バックを取って、バーッと首がくの字に折れば。抜くのか。ハンマー気味のパンチ。ガチッと組み合った。ロープに振って、おっと、逆に捉えた。バックに回った。これは勝負の分かれ目になりそうですか。そうですね。こっから自分のペースに持っていきたいですね。もうここまで来ると作戦とかじゃないですね。出たとこ勝負ですよ。DDT、首根っこがへし曲がった。小脇に抱えた。バックドロップ、後頭部を痛打。放っていくのか。フットスタンプ、踏みつけ。組み合った。正面から投げを威張った。
挟んだ。パワーボール体勢変えてもう一発いった。15分経過、15 minutes. カウント3つ、カウント3つ入りました。頂点を目指して手を組んだ男たち、今入ってまいりました。を見ていただいて感想をお願いいたします。そうですね、両選手とも肌ツヤがいいですね。いい練習してきたんじゃないですか。ああそうですか。逆に振り返した顔面へのキックです。長トロックで締め上げます。ロープにブレイクしました。組み合います。投げてまいります。ここでタッチです。ジョップで上げます。膝上のキックです。フロントに捉えます。エルボーを入れていきます。腕を回します。ブレインバスターで叩きつけます。気合を入れてまいります。蹴ってまいります。組みに行きます。フライングメイヤー、高周波数の音が館内に響きます。行くのか。ボディースラム、ガードします。足首が悲鳴を上げます。アンクルホールド、オープンブレイク、ストラングルホールドに入ります。抱えます。これを食うと苦しいですね。そうですね、今の技は垂直に落ちましたからね。強烈に締め上げてまいります。ロックアップ、コーナーに振った。打ってる方は辛いはずですよ。はい、水平打ち、抱えた。おっと、外した。カウントした。
チッと組み合った。あと逆に投げていった。スコーピオンデスロック、サソリ固め、首根っこを掴んだ。あとバックに回った。バイオを取り返す。エルボーを打ち込む。エルボーを入れていく。ここでスイッチ。腕をフックした。 DDT。 あとデンジャラスなパンチ。あと逆に倒した。ここでタッチだ。強烈なキック掴んだ。ハンマーを落としていく。いけるか。場外に落とした。ブラッチャー。さあ渾身の力で締め上げる。これは完全に入ってますよ。ブレンバスター行くのか。ブレンバスターで切り返した。リングに戻ります。一気に行くのか。リングに戻ります。組み合った。対角線に飛ばした。キック強烈。さあタッチ。締め付ける。ロープブレイク。ここでタッチだ。腕をフックした。ここが攻め時ですね。相手はダメージありますからね。一気に行きたいですね。ガチッと組み合った。逆に振り返した。きちん進化。ストレイの強烈。抜くのか。フロントキック。キック。ガチッと組み合った。場外に落とした。いけるか。そのまま締め上げる。ここでロープブレイク。腕を回した。ブレンバスターで切り返した。ここでスイッチ。ガンバーキック。膝を狙っていった。あと逆にキャプチュード。起こした。危ないですよ。垂直落下か。引き起こす。やっとカバーした。ここは踏ん張りどこですね。そうですね。ここからは精神力の勝負ですよ。組み合った。ロープに飛ばした。フロントスライドで引っこ抜いた。抱えた。おっとフロントからのスリーパー。15分経過。15ミレッツゴー。腕をフックした。リバースで切り返した。ここでスイッチ。ストッピング。
えました。蹴っていった。ラリアットの至近距離、スタンピングを叩き込む。頸動脈を締め上げる。さあタッチ。しましたね。はい、グロッキー状態か。足を狙っていった。膝を壊しにいった。ブロックした。ドロップキックが突き刺さる。ブロックした。ここでタッチだ。ストバックに突き刺さった。一気にスパークするのか。スリーパーホールド。組み合った。強引に担ぎ上げてトルネードブラブ。危ない。カウントリーテッキュー。戦わなくてはいけない。まさに戦いの赤い糸で結ばれている衛星名勝負。これぞベストバウトだ。カッチリ決まった。ストラングルホールドガンマ。岩壁の母の胸に抱かれました。蹴りをぶち込む。引き起こす。いや、この組に入りましたよ。猛髄に響いたか。20分経過。ガジェット組み合った。あと逆に返した。ここでタッチだ。首根っこを掴んだ。ヘッドバット連打だ。片指に持ち込む。ロープに逃れた。いけるか。強烈に締め上げる。ここでロープブレイク。蹴り上げていく。ガードした。抑え込んで。3つ入りません。ツープラトンで放っていった。いけるか。下から切り返した。頭を掴んでショートレンジ気味のラリアット。立たせていく。いや、危険な角度でしたよ。脳天粉砕か。カウント2.8。そうはクリアをしません。逆に蹴っていった。強烈逆肩エビ固め。組み合った。あと逆に投げていった。起こした。あっとフロントからのチョークスイーパーか。スイッ。逆に返した。そのまま耐え固め。カウントリーテック重点を話題と。ガードした。ブレンバスター行くのか。ノーザンライトバブバブバブ。カウント3。
郎殿、さあプログラム武藤敬司が入ってきた。正直見どころはどういったところになりますかね。そうですね、互いに今日は負けるわけにはいきませんからね。最後はもう意地と意地のぶつかり合いになるんじゃないですかね。そうですか。さあではそのあたりを注目してまいりたいと思います。組み合います、倒してまいります、意地を打ち込んでまいります。あっとエルボー、行くのかフライングメイヤー。この試合序盤から激しい攻防戦の様相なんですけれどもね、試合のポイントはどこに置かれますか。そうですね、両者とも今日は調子が良さそうですからね。まあスタミナの問題は全くないですね。ああそうですか。エルボーを入れていきます、組みに行きます、バックに回ります。バット着地した、フェイスクラッシャー、腕を捉えます。こうやって攻められると厳しいですね。後で踏ん張りが効かなくなりますからね。ああそうですか。掴みます、蹴りを見舞ってまいります、ブロックします、小脇に抱えます、岩石落とし、バックドロップであります。プロレス技のイロハ、クラシカルな展開であります。フロントからのキック、社長兼レスラーとしてマコグナの舵を握ってまいります、三沢光晴。航路の先には世界を見据え、ノアの王国を全世界に広めたいと考える船長三沢。さあその夢に向け、今日も右肘で面かじいっぱいです。クラシカルな技を繰り出してまいります。掴んだエルボー、キックを打っていきます、エルボーを入れていきます、コーナーに振った、カウンターで返します、老獪なテクニックを駆使してまいります、ロックアップ、逆に振り返した、ドロップキック、腕を取った、あとリバースで返してまいります、起こします、ドラゴンスクリュー、膝を出した、掴んだ、させません、スピンキック、組みに行きます、逆に返します。決まり具合どうでしょう。ちょっとずれてますね。ガードします、ヘルプキック、膝、バット
跳ね上げてまいります。回転してのエルボー、あっと逆に捉えた、パンチで返します。トップロープを奪う、いや素晴らしい動きですね。そうですね、素晴らしい跳躍力ですね。はい、足を取ります。この辺り研究していますね。そうですね、簡単にはさせませんね。ガードします。あっと逆に丸めていった、カウントは2つ、掴みます、キックで返します。ロックアップ、フライングメイヤーで倒します。この辺り決まり具合はいかがですか。まだこれは入ってないですね。そうですか。ブロックします、バットを返します。ギブのドロップキック、スタンディングを取らせます。エルボーでブロック、スピニングエルボー、引き起こします。バクテンキック、破れかぶれの一撃、さあガッツリ入ったぞ。これは強烈に決まってますね。今踏み込みに入りましたよ。ノーズに響いたか、ここで返されると痛いですよね。流れが変わりますよ。勝負のポイントですね。打ってる反応が強いはずですよ。はい、起こした、ジャーマー、綺麗な人間鏡、岩壁の母の胸に抱かれました。あっと投げていった、いった、ドラゴンスリーパー、ガードした、いかにピンポイント集中砲火、抱き起こす、おっとシャイニングウィザード、立たせていく、あっ逆にパンチ、首根っこを掴んだ、エルボーを打ち込む、スピンエルボー、カバーの体勢、ここが本当のとこですね。そうですね、ここからは精神力の勝負ですよ。ブロックした、引き起こす、エルボー、起こした、エルボー、立たせていく、タイガードライバー、カウントに出ていく、重点は大将、バックに回った、ノックだ、ジャーマンブリッジする、カウントに蹴っていった、エルボーで切り返す、ピンポイント膝、シャイニングウィザード先行魔術師、どうか、トゥーカウント、まだ足りません、ブロックした、あとうまく切り返した、ガードした、膝にピンポイント集中砲火、いやー、Ready?